よし。うわー、すごいよ。大体分かったんです。うわー、落ちた。ここから入ってくるのか、ちょっと。はい、皆さん、こんにちは。今日はね、これを使いたいと思います。じゃん。この前買ったチェーンソーです。こんなちっちゃなね、ハンディタイプの小型チェーンソーです。もうチェーンソーと呼んでいいのか分かんないぐらいちっちゃいですけれども、これね、3800円の一番安いやつを買いました。試しにね、使ったところ結構いけますので、これでね、今日は枝などを落としていきたいと思います。はい、ではですね、これ電動なんですけれども、ボタンがこうついてまして、これをやると刃がね、回る仕組みになっています。はい。はい、ではですね、庭なんですけども、こんな感じ。で、母さん、こっち来てもらっていいですか。はい。1本だけね、真ん中の木切ったんですよ。だから、真ん中はね、少し明るくなりましたけれども、うっそうとしてますので、まあ、この辺はそんなに切る必要なくて、まあ、そのサルステルテルとかね、少し枝何本か落としたいなって感じですけども、その隣の糸杉とかもね、もう混み合ってますので、まあそういったところを剪定して、剪定というか、まあ、切るものは切ってね、庭の方を整えたいと思います。はい、そして今日大物なんですよ。今日やろうとしてることは。そことね、真ん中に一本あったのは切ったんですけども、その隣、そこにね、糸杉があって、その裏に柿の木があるんですよ。ね。それを今日はね、かなり高いな、何メーター？ 18 メーターぐらい。18メーターぐらいありますので、少なったね。大きい柿の木。ボカーンって倒すと、これドーンと倒すと、屋根の方にかかっちゃったりしますし、何よりね、ちょっと危険なので、まず枝を落として、細切れに少しずつ、切っていきたいと思います。そこに大きいモミジがあって、モミジはこっち。この桜は生きてんのかな、これ、あ、これ枯れてるな。葉っぱないもん。てか葉っぱ落ちたんじゃないの？まあいずれにしてもね、この枝はちょっと落としたいですよね。はい、ということで、落とします。幸いね、高さ的に、なんだ、危なくない高さなので、ちょうどいいっちゃちょうどいいですよね。いきますよ。ではね、枝をまとまるサイズに切ってみましょう。止まった。こんなところの感じ。こう当てて。撮影してたらあなたのここ私に来るよね。あなたの頭に落ちるって、こっち来ないとダメだよ。分かった。うん、ということでこれね、切るとここの色紋もみじかなにかかりますんでね、間違いなくね、どうしたもんだかね、これどうしようもないんだよね。いきますよ、せーの。
開けた。ツルだよね、ツルツル、うん、よいしょ。あ、これツルのね、ツルの本体か。うん、ね、これとかもツル、すごいね、これね、すごいね、ツルはツルね。よしよしよし、これ運び出しましょう。はい、いやーすごいねこれ、うん、どうだな、うわ、よし、あ、これ持ってっか、せーの、よいしょ。すごいツル、うん、こんなネジ何本にも渡して、うんうん、よし、椿の方もね少し切りました。はい、ということです、すっきりしましたかね、母さんが。うん、ずいぶんすっきりしましたよ。すっきりしたね、うん。うん。まあちょっと美しさはないかもしれないけど、まずはね、うん、あのとりあえずね、うん、後でですね、美しさは。まずは二の次。そう。まずは、あの、混み合ってるところとか、つるとか、まあそういったものをね、除去して、庭の方をね、整備していきたいと思います。やば、引っかかってる。ああ、そういうことか。はい、無事ね、切れました。はい。はい、ということでね、最後ね、ヒューって行きそうなところで、なんか、つるかなんか絡んでて、倒れなかったんで、根元にね、ロープかけて、私と母さんで引っ張ってね、はい、グイグイってやって、グイグリグリって、ヒューって。うん、よかったね。よかったです。じゃあ、あとこれ結構大変だぞ、母さんには。硬いからね。うん、二人で手分けして、持ってきますか。はい。はい、ということで結局椿もね切りました。いずれにしても糸杉切るときにかかってあれになるから危ないからね、あの切った方がいいかなと思ってちょっと切りましたね、うん、あの葉っぱとか細い枝はあの林の中に、まとめて、集積しておいて、あと太いのは母さん薪として利用しましょうかね。そうですね、綺麗に切ってね、はい、いやーすごい、こんだけ切ったんだもん、すっきりするよ、うん、はい、ということで、これアマゾンで買った3800円のチェーンソーですけども、今日はねこれに助けられました。ということで、あの基本的には細い枝とかあの薪とかね切る作業に使うものですので、皆さんもねその点は十分ご留意ください。では今後も古民家で田舎暮らし紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。ではご視聴ありがとうございました。さよなら。